クリームウェブサイトをご覧の皆さん、ザ・バックホーンボーカルの山田です。ギターの坂上です。我々ザ・バックホーン、10月の19日に、ニューシングル With You を、リリースします。はい、バラードですね。久しぶりの。そうですね、かなりまっすぐなメッセージのバラードになって、音がまたストリングスとかピアノがも入ってて、ロックなだけどこう壮大な感じになってます。すごいいい曲なのでぜひ、聴いてください。そして同じ10月19日に、ツアーの DVD が出ますね。はい、共鳴ツアー運命開花の DVD が、出ます。ライブが、ツアーのファイナルの、新木場スタジオコーストでやったワンマンライブの模様が入っていて、もう一枚の方には菅波英順、ピーター菅波が監督をしたドキュメントが、たっぷり130分ちゃいませんね。全部で200分ぐらい入ってますからね。200分ぐらいのライブとドキュメンタリーで ね見応えありますよ。そして、スペシャルフォトブック、うちのベースの岡宮光秀と、あとサウンドシューターのカメラマンの橋本瑠衣君が撮った写真が入っているスペシャルフォトブックもついてますので、完全、生産限定の DVD なので、ぜひ、早めにお買い求めください。はい、そして秋からツアーがあります。11月の11日大阪 NHK 大阪ホールから、全国5カ所で、ホールツアーがあります。月影のシンフォニーということで、こちらもね、このストリングスと鍵盤を交えた、ちょっといつもと違 こう曲に深みをまだ持たせてくれる、ワンマンライブになると思います。意気込みはどうですか？いや、だいぶ楽しみですね。なんかこう、まあ、そのいろんな要素一つに合わせていくわけじゃないです か、今日の時点で衣装が全くバラバラっていうのは大丈夫でした？ねえ、これ温度感がちょっとなんかもう完全に夏じゃないですか。夏っていうかハワイじゃないですか。どっちがこう俺がどっちが間違ってるかっていうことが、どっちがこうね、ちょっと決めてきたのが間違ってるのか、やりすぎてるのか、俺がどっちが間違ってるのか、ちょっとな、次のがちょっと後で相談してツアーに向けて頑張っていきたいと思います。はい、それでは、10月19日のニューシングルと、ツアーの DVD、 そして、秋のホールツアーの方を、楽しみにしていてほしいなと思います。はい、ザ・バックホーンボーカルの山田でした。ギターの坂上でした。